四代目三遊亭芝は元落語家。本名、岸正二郎。元は天狗連出身。そのまま話し家になるつもりだったが戦争中で叶わず、海軍に所属した。戦後ようやく七代目、林家正蔵に入門し、念願の話し家になる。すでに中年に達し、祭祀を持つ身だった。本名をもじった、林家章二郎の前座名を与えられた。 木村屋総本店でアルバイトをし、一家でパンを分け合いながら、下積み時代をしのいだ。1951年、七代目正像が没したため、八代目、林家正像門下に転じ、翌年4月、成長と改名して煮詰め。1961年5月、新内昇進で四代目三遊亭芝襲名。彼の前に活動した落語家に三代目竜亭芝がいたが、 帝号を三遊亭とした。1964年に突如廃業し、落語協会の事務員となった。裁判年は事務員も廃業し、群馬県で隠居生活をしていた。師匠彦六を敬愛していて、自身が亡くなった時に師匠同様に検体したそうである。芸人不調で言うところの路線が当時の落語界一大きかったため、俗に路線の芝と呼ばれた。 自身も路線にまつわる、ほら話をするのを好み、背泳ぎをして隅田川を泳いでいたら、勝ち時橋が開いたとか、夫婦喧嘩すると根本まで入れちゃうぞというと、神さんが謝るなどと吹聴し、楽屋を笑わせていたという。また、裸の写真を持ち歩いては芸人に見せびらかしていたという。前日の通り、太平洋戦争前から、天狗連で活躍しており、 客をつかむことがうまく独特の味があった。ありがとうございます。